どうもー、鳥の爪団ソートです。今回もかぐや物に変身して殺人鬼から逃げるマルチホラーゲームプロップライトをやっていきましょう。最近プロップライトからチャンネル登録してくれた方が多いと思うんですけども、こういったポップテイストとホラーを掛け合わせたようなゲーム性が楽しめるホラーゲームたくさん実況してます。ホラーゲーだけでも現時点で500作品以上を実況してるので、ぜひ気になるものがあれば過去の動画も見てもらえたら嬉しいです。おすすめは動画の概要欄に何本か貼っておきますね。さて、スチームではですね、日々いろんなゲームが発売されているわけですが、なんとこのゲームプロップライトが12月のトップセールス20に選出されました。いやー、おめでたいですね。詳細な順位などは発表されてないんですけども、レビュー件数もすでに6000件以上を超えていて、まあじわじわながらもしっかりとゲームが浸透していってる、そんな印象がありますね。まあデッドバイデイライトも発売当初はキラーが3人ほどしかいなかったり、日本語翻訳もなかったんですよね。まあアップデートを繰り返してきたことで今やビッグタイトルとなり、そしてそれは他のこういったゲームにも影響を与えています。まさにこのプロップライトもそのイズムを受け継ぐ作品ですけども、まあ、今後もユーザーに寄り添い、より洗練されたゲームへと進化していってほしいですね。個人的に現状だとプレイを続けるお楽しみ要素みたいな部分がちょっと薄いかなっていう気はしてますね。試合後にもらえるプロップコインでガチャを回したりはできるんですけども、スキンの数もそれほど多くなくて、被ってしまったり外れが出てしまうっていう場面が結構あるんですよ。まあ、その度にこうちょっとがっかりしてしまうっていう体験をユーザーは感じてしまうわけですよね。例えばそのスキンに関しても帽子、髪型、トップス、ボトムス、靴みたいな感じで単位バラバラでこう組み合わせたりできるんだったら、もし狙ってたスキンが出なかったとしても他のスキンと組み合わせておしゃれできるみたいな楽しみ方もできますよね。なんか他にも変身したもの自体にもスキンを追加してみるとか、まあ、敵からだといつもの缶に見えてるけど、こっちからだと例えばファンタグレープになってるよみたいなね。まあそういった要素っていうのは実装するのに時間もかかるし大変だとは思うんですけども、こう長く続けたいと思ってるプレイヤーが今後このゲームにさらにこう愛着を持てるような仕組みっていうのも同時に実装していったら良さそうだな、なんてことを思います。さあ、ということで今回もサバイバーで一戦、キラーでも一戦やっていきましょうか。レッツかくれんぼ取り詰め。さあ、ということでやっていきましょう。マップの方は家屋ですね。で、今回使ってくキラー、グラニー使っていこうと思うんですけども、グラニー、まあ、多分現状一番弱いキラーですね。なんかもう使うだけで煽られてしまいがちみたいな、そういうキャラクターなんで、目に物見せていきましょう。私のお家なんだから。おばあちゃん家なんだから。わお。わおはもう、グラニーにびっくりしてる可能性すらあるもんな、このわおは。レッツゴー。よいしょい、いいぞ。これはちょっと罠ナイフも置きつつ、壁ジャンして、そっち側、罠もあったから結果的にどっちかで行ってた感じだったな。さあ、じゃあここ座らせていきますか。すごい驚いてるじゃない。あれ、ここ本なんかあったっけ。ああ、これあれだな、パターンであるんですよね。なんかソファーにボトルが横たわってる時とかもあったりして、なんかマップによって若干、おーい、どうしたどうしたどうした、びっくり。でもまああれだな、しっかりここに罠ナイフ置くことのが大事かも。ああ、よかったよかった、喜んでるみたい。ケイトも罠ナイフ置いてくれてよかったって言ってるみたいだし、そっち側奥行ったか。右側に今流れてますね、これね。ピンが上行ったかな。ああ、そこにいたか。おリバースカード、あーダメか。オープンしたかなと思ったけど、これさ明らかに変だなって思うんだけど、グラニーだから弱いんだろうなっていう感じなんだけど、この透明になってる時ドアスタンとか普通にモノのスタン食らうんですよね。これどうなのって感じ。あ、上の階、あ、ここか。あ、でも上の階も直してんのか。ちょっとじゃあこのまんまこのケイト行こうか。あー、そこダメか。一発 OK、 二発。お、どうした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 、なんかすごい嫌になっちゃった。なんか急にスローダウンしたけど、わかんない、なんかそういう辛いことがあったのかもしれないね。上の階さっき修理入れてたけどまだ入れてる。あ、上じゃなかったのか。単純に下のケイトのやつがずっと聞こえてた感じだったのかな。ここね、ここ割と回っちゃってんだよな。とりあえず救出警戒しつつ行きますか。あー、奥のガレージんとこ直りましたね。っていうことはちょっとこっち側から圧かけに行こう。
あ、プロップボックス開けた。見えてるよ。見えてるけど、おお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 お、止めなってっか。ここ今ドアだ。うわこれどうにかなんねえのかな。透明になってる間はスタン食らわないみたいなパターンになってほしいんだよな。距離詰めすぎて逆に自分でやられるみたいな。踏んだり蹴ったりだよね。投げナイフは結構性能としては好きなんですけどね。そこな。オッケー。わ、ウサギさんに当たったぞ。これは大きい。純粋に追っていきつつ一発入れて、あー、それ届かねえか。惜しい。透明になるか。あー、ドリンク使ったね。じゃあもう一人の方チェイスインミー。えー、一発。あー、それ当たんないか。おお、スタン狙いたい感じかな。当たんないか。結局これ食らうしかないみたいなとこあるんだよな。スタンに対しての対抗手段みたいなものがないんですよね。そこがちょっと他のキラーよりきついところからな。上の階に行ってたやついたからね。この子結構放心状態になりがちだから、よし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 。チャンスタイム。もう一人のケイトはどっち行ったか。おっと、なんかまだ修理してるような音してるけど、マジか。どこだ、下かな。この間怪しくない。ですよね。そこにはなんかで、やっぱさ、寝ながらドリンク飲むとかちょっと良くないじゃない、シンプルに。うん、行儀が悪いから、そういうことなんですよね。さあ、で、助けられてるんで一回透明になりつつこっち側行く。おお、よっしゃよっしゃよっしゃ。離れた方が良かったんじゃないか。あー、残念。デーン。I'm coming for you。 言っとこ。で、その間救出行ってるかもしんないけど、よし、一人ダウンだね。罠ナイフも置いてあるんで、まあ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 、牽制にはなってるだろう。30秒で削っていきつつ、もう一回ナイフ置き直すか。下の階だね、下が治ったと。じゃあそろそろ助けたいよねーみたいな感じになるから。そうだよな。うー、スピード速い。おっとおっとおっと、なに、やめるのやめるの。中途半端は一番良くないんじゃないか。いや、ドリンク飲んだね。でもね、早いな。もう一人の子は、もう一人のクリスちゃん来るんじゃないの。ゲームがしたいね、聞いとこ。やっぱね、おばあちゃんとね、カルタしたいみたいなとこ聞いとかないといけないから。花札がいいかな、カルタがいいかな、ハゴ板がいいかな、言うとね。孫たちに聞かないといけないからね。どうも。あー、カメラか。右側流れたね。オッケー。ケイト間に合わなかったみたいですね。これ2人削れたの美味しいぞ。とはいえ、救出に最終的に向かおうとしたっていうところはあるかもしれないな。あー、いた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 。なんでちょっと顔出したの、チラッと。孫の顔見たいかなと思って、ちょっと。顔出してくれたのかな、優しいとこあるのね、クリス。それか。自分の喋ってる声でさ、音聞こえなくなるときは よくあるの。下降りるだ、オッケー。この辺は置きつつ、いいよ。ここ当てづらいんだよな。あー、危ない、落ちるとこだった。下落ちたかなって思って、相手も少し戻ってきた感じだったのかな。なんかどう立ち回るか考えたんだろうけど、ギリおばあちゃん落ちなくてよかった。筋力衰えたかなって思ったけど大丈夫でした。こんにちは。早いね。あー、ドリンク飲んだのかな。増強しちゃって体力。こっちかだよね。いや、足早いな、ドリンク飲んでると。最近の若い者は、解消ツール右が行ったね。あ、なるほど。修理も完了させつつ、そこになってるチキンいるのは分かってるから、罠ナイフを傷つつ、どうも。あ、トラップカードオープン、罠ナイフだぜ。遊戯王マスターデュエルね、今話題になってるもんね。俺もね、遊戯王世代だから、デュエルリンクスとかを一時実況してたんですよ。皆さん覚えてますか。
お世話になりました。デュエリーリンクスも結構がっつり課金してたからな、懐かしい。さあクリス助けに来るのかなと思いきやそっち行っている。下降りて、どっち？ああちょっと今見失った感じある。お、助けたか、早いね。なるほど、そのまま行きつつみたいなところだったのかな。さっきお買い物したかったのにね、できなかったもんね。ここに罠ナイフ置いといたら後で来るんじゃないかな。それか別の場所、おお、もう一回そこの修理したいよっていうお年頃。ああ孫の顔が見たくて来ちゃった、おばあちゃんおばあちゃんの実家だからここ多分。おばあちゃんの実家でね、そんな悪さできないっての。さああと一人ですね。どこいるのかなクリス、あいた、うた、ウサギの人形かなんかなってたね今ね。ピョンピョン跳ね回った、ウサギだけにつって。どこかな、下降りてプロップボックスかなんかでアイテム回収しようとしたのか、それともそこの修理だ。あクリス、ほら痛いな、おばあちゃんの顔にぶつけないの。ビン、もうお母さんの顔が見てみたいわ。はい、ということでじゃあもう一戦やっていきましょう。なんかサバイバーで検索してたのにキラーになっちゃったな。じゃあキラーでいくか。これなんかバグなんだよね。おばあちゃんでお城やったことないな、やってみようかな。今回おばあちゃん会ってことでおばあちゃんでお城初めてやるんだけども、頑張っていきましょう。まあさっき使ってたし、なんか感覚としてはねまだ残ってるから、行くわよー。おばあちゃんが孫たちの面倒見に行くからね。今日は遠足でお城に来ましたけども、みんな調子いかが。意外と開幕右寄り行ってる感じあるな。あら、そこすぐ修理しちゃって。おばあちゃんには見えてるよ。聞こえてるか。うんと、どっちだ。わ、すごい。特大ジャンプかましたね、アイザック。あ、当たんないのかい、それ。当てるからね、おばあちゃん。ああ、しゃ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 し。おばあちゃん、ムキになっちゃうからね、途中から。うーんって。体がマリオカートやってる時とか前出ちゃうタイプだから、おばあちゃん。ここ行ってくからね。え、2人近いね。中庭直してんのもいるけど、一旦ここ墓入れとこうね。よし、じゃあどっちから来るかを予想しつつ、やっぱ中庭修理されてるの嫌だからおばあちゃん来たよ。誰だい、あ、クリスだね。クリスまだドリンクも持ってるもんね。あ、すごい、大きいものになる時もあるんだね、クリスは。まだまだ成長するんだね。よしよし、投げナイフ気持ちいいでしょクリス。もっと刺してあげるからね、おばあちゃんが。あの鍼灸師とか目指してたタイプだからね、おばあちゃんね。針刺す人、ああいうのね目指してた時期もありました、おばあちゃん。だからわかるの。ここ刺されたらね気持ちいいなとかってわかるから。ちょっと針がね大きめだけども、もう一回中庭の方に行ったのかな。おばあちゃんがすぐ行くからね、心音ゼロで近寄ってあげるから、おばあちゃんが。ほら、あれいなくなってるね。あれでも違和感あるよ。おばあちゃん分かっちゃうんだそういうの。チェイスミー、すごい勢いで走ってたね。じゃあ一回これあれかな、こっちからアイザックの方戻ってあげようかな。アイザック助け来るかな、助け来たね。助け来たけど、でも結果的にねえきついよねっつって、ここでカメラ使うのは得策じゃなかったけど、自分のね保身のために、カメラを使うざわるを得なかった、そういったところあります。今言った子はわかんないね。わかんないね、透明になってる時微妙に見づらかったりするからね。ちょっとジャンプされたりするとよくわかんなくなっちゃうんだよな。罠ナイフはまだ残ってるね。でもちょっともう一回置き直そうかな。ちょっと近くにね、アイザックに寄り添いたい。そういった気持ちを持ちつつ、しっかり0秒にしていって。さあで、また、中央直したいはずなんだけどね、本当は。でも、危険が伴うからこっち直さざるを得ないよね、つってクリスだ。またね、オラクリス元気に走り回って。すごい、ドリンクかな、それね。ここは修理してないんだね。じゃあ、一旦じゃあここにまた罠ナイフでも置いときますかね。クリスのことだからまた来るでしょあんた。
定期的に顔出しなさいよ言うて。I'm coming for you. Thank you. ありがとう。お礼言ってもらえた。うん、こっちも嬉しい。おばあちゃんも顔見せたいから。あ、ここはあれだね、治ってないんだな。いた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 。見えてるからね。そこいるの分かってるから。遠くからでもおばあちゃん見えちゃうんだから、ほら。視力悪くなってないから、そんな、やっぱあのね、今の人はスマホスマホ言うでしょ。でもあんな見てたらすぐ目悪くなっちゃうんだから、そこ修理してるね。耳もね、意外といいんだから、おばあちゃんは。ほらほら、アイザック やめなさい。そう、ほらね、そういうことやってるから、どんどんナイフで刺しちゃうよ、おばあちゃん。じゃあ一旦戻って、これ教会のところ、さっきね、ほら修理入れてたの、これおしゃれしたお下げのタイガかな、あれ豚になって、どこだどこだどこ、あれ、え、豚になったの、え、どこ行ったんだ。怖っ、後輩がどっ、え、この豚じゃないもんね、だって、え、上越えたのかな、あ、いた、ウサギさんでした、タイガちゃんはウサギさんでした。今行くからね、でも助けられちゃってるね、もう一人もね、うん、そっち側の方だね、あ、瓶でいるの見えてるよ。あ、しかもなんなら2人いるじゃない、うん、あー痛いねー、それ当たるかな、下にあるの、そうじゃないのこれ、あ、そうだよね、これ当たんないの、おばあちゃんの攻撃ずるくないそれ。おばあちゃんの攻撃さ、当たんないの、おかしいよおかしいよそれ、それさパワハラ。続いては日大問題です。右側行きましょうと見せかけて戻ります。そこから出られないね、タイガー。それどっかから攻撃さすがに入るんじゃないの、そんなずるいポジションある、あら当たんないわね、困ったな。でも結局あなたもそこにいるんだったら修理進まないのよ、うん、だから全く問題ない、おばあちゃんからしたら。アイザックの秒数削るだけ、うん、一回じゃ離れたふりしようか、またおばあちゃんが一回こう透明になって心音ゼロにして行きましたよみたいな空気感出して、あ、どうも、ほらアイザックもね、観念したのか、もう仁王立ちじゃないアイザック、うん、ほらね、ナイフ。トラップカードオープン。おばあちゃんの投げナイフ。あ、あ、いた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 。あ、でも、アイザック。アイザック、ほら、もう一回来なさい、あんた。ほら。結局、あんた座る運命なんだから、ほら、もう、無駄に逃げたりしないの。手煩わせないの、ほら、クリスも。ね、もう、わちゃわちゃ、わちゃわちゃして。あ、そっち当たんないの。あ、じゃあ、ほら、こっちね。はい、来なさい。ほら。おばあちゃんが優しく解放してあげるから、ほらねえ、ここスタン狙いね、大変だったね、ねえ、そこ、いや、ダメか、おばあちゃんの攻撃当たんない、あら、バックステップ踏んで、いやー、でもね、どっちにしろ、ああいうちゃん、ほら、おばあちゃんもね、痛い思いしたんだから、うーん、じゃあそっちに座らせようね。あれ、意外とおばあちゃん後ろでもなんとかなるのかな、これ、おばあちゃんに弱いキラーかなって思ってたけども、意外となんとかなってるね、うん、とりあえずこっち側行ってみますか。うん、ないな、もう一人のタイガな、あの瓶の強ポジを覚えてしまったから、あの味を覚えてしまったら。あれ修正入んねえのかな、でもなんか場所によっては攻撃入りそうなもんだけどね、ここね。ちょっとずるすぎるよな、あの位置は。まあ結果的に他の場所で修理いけないから、まあ意味ないっちゃ意味ないんだけどね、とはいえって感じ。一旦食卓の方とか見に行こうかな。タイガーはどこに行ったんだい、教会の方でも修理してんかい、なんか今カタンって、あ、聞こえたよ、おばあちゃん今聞こえたよ、あ、あ、あ、すれ違ったのか、上手に、すれ違った、なんか瓶っぽいもの、花瓶かな、なんかそういうものになってね、うん、動いてたのは聞こえてた、足音バタバタさせてるのはタイガかな、これは、これは違う、どこだい、もうちょっとジャンプの音とか立ててもいいんだよタイガ、おばあちゃんに聞かして、元気な顔見せておくれ、
どこだーい。いや、いなくなっちゃったね。ちょっとまだ修理があんま直ってないから全然どこを見に行ったのかもわからんな。今一緒足音してた気がする。あー、クリスだ。あー、クリスも元気だ。はい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 。で、そっち行こうね。あー、おばあちゃんとまだチェイスしたいもんね。わー、セクシーワオ。これ何度聞いても楽しくなっちゃうね。うん、クリスバレてるよそれ。これ座らせんのどこがいいかな。あ、スタン狙い来てるね。スタン狙い来てるけども普通に座らせるよ。うん、タイガーあと8秒。うん、それどうする、どうすんのタイガー。はい、それ触ってないとそもそも試合が、おおー処理ということで、今回はね、グラニーを使ってね2000ほど遊んできました。またこんな感じでね、プロップナイトの動画更新頑張っていきたいと思いますので、そういった動画気になる方はぜひチャンネル登録してトリノツメダに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。